はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、ペイ特裁再び LINE ペイ支払いで実質最大 20% 還元ということでお伝えをしていこうと思います。はい、ということで、今はまあ絶賛300億円ばらまきキャンペーンを行っている最中なんですけども、さらに追い打ちをかけるがごとく、ペイ特裁が発表されました。ということで概要なんですけども、LINE ペイ支払いで後日実質最大 20% 還元ということですね。期間は6月の1日から6月の9日までということですね。ちょうど来月からということですね。まあ上限なんですけども、最大5000円分までなんですが、LINE Pay 専用のアプリがあるんですが、そちらのアプリを使って支払うと上限が1万円分までになります。そして LINE Pay のアプリの使い方に関しては、以前僕の動画で紹介をしていますので、下にリンクを貼っておきますので、ぜひ見てみてください。このマイカラーというのはご存知でしょうか？LINE Pay には利用金額に応じてマイカラーといってランクみたいなものが存在します。LINE Pay で通常の決済時に 3% ポイント還元はされるんですけども、もしこれがグリーンだった場合は、ペイ特裁の 15% プラスグリーンの 2%、そして通常の 3% を合わせて、これで実質最大 20% が還元されるということになります。ちなみに僕の場合はホワイトなので、合計が 18.5% が還元されます。なので、最低でも 18.5% が還元されるので、まあ、最低このラインであれば結構いいのではないのかなと思いますね。で、今回対象となる支払い方法なんですが、まずこのコード支払い、オンライン支払い、請求書支払い、あとはクイックペイプラスということですね。この対象外となるのはプリペイドカード、この LINE ペイカードが対象外となります。まあこの LINE ペイカードが使えないというのは地味にショックですよね。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか？もう300億円のキャンペーンが合ってる途中にもかかわらず追い打ちをかけるがごとく、またペイ特裁が開催されるということなので、まあ6月も LINE ペイから目が離せないですね。ということでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとは Twitter もしてますので Twitter のフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。